皆さんこんばんは。かげろうの続きやっていきたいと思います。でね、アーカイブ見たんですけど、アイテムのトカゲの尻尾、やはり体力50以上あると効果発揮しないって書いてあるんですけど、自動で離脱してくれるものみたいですね。あと変なハチマキ、これはスタミナを使い果たすと体力消耗して走り続けることができると。あと厚手の長靴は水場でも通常の速度で移動できるようになると。まあいろんな効果があるということですね。でそれ以外の記録なんですけど、こけしがどうやら100個あるみたいですね。最初のところでは3つしか確保できなかったので、だいぶ少ないんじゃないかな。まあそんな感じでね、続き、あ、21個あるわ。達成の証ってなんだろうね。ドクロ流しの警告やっていきたいと思います。こけしが5個のアーカイブ4つあるみたいですね。じゃあ挑戦者でいきましょうか。落ちたところからでしたね。こうやったぜっつってたらなんかふゅーんと落ちちゃいましたけど、いやもう逃げてる時の脇汗が半端ないですからね。もうこっちの、濁流に飲み込まれたとかそういうあれですかね。お、猫ちゃんいますね。始まったけど何も持ってないね。流れ着いたといったところでしょうか。鍵かかってる。さあ何がいるのでしょうか。大丈夫かな。まあ最初だしね、何もいないでしょう。アイテムだって何も持ってないもんね。鍵開けるなんかないのかな。まああるよね。そうだよ、ね、じゃあまあ何も出てこない、始まってもない。よし、でこれ下のゲージが黄色の状態、オレンジ色の状態だと走れないんですよね。はい、解除。さあ、ああここら辺ある、あの厚手の長靴があると早く走れるのかもしれないですね。これ端っこ歩いた方がいいのかな、どうなんでしょうね。ここら辺は仕様がわからないですが、こっちはなんだ。あ、光るやつあるね。それ以外も何もなさそうですね。降りるか。はい、さあ右上に勾玉のマークは出てないんで、勾玉は集める必要はなさそうですけどね。なんか向こうにあるな。あ、なんかレバーみたいなんだ。あれか、あれか。そうするとちょっとこれ置いとくか。何かある？ないね。ないよね。よし、この辺も暗いな。ちょっと置いとくか。あー、ところどころ明るい感じね。何これは。これはなんかいかにも隠れる感じだよな、構造的に。ここもちょっと暗めだから置いとくか。はい、この下は何かある。鍵がかかってる。ここ鍵かかってると。ここは何もなさそうかな。何もないね。じゃあこっち行こうか。
このレバーを引くとあそこの扉が開くんでしょうね。なんもないね。シャンシャン音鳴り出したけど、これはい近いな。ちょっと待って、あーべ近いんじゃない。ちょっと待って、シャンシャンいるね。どこ歩いてる。向こうの扉から出てきたんだよね多分ね。通るかな。音がだんだん近づいてきてる気がする。あ、ライト消えた。あー通ってるね。向こう行って、向こう行ってもさすぐ戻ってくるよね。ほらシャンシャンシャンって多分ね振り返ったんじゃない今。後ろ後つけるか。大丈夫かな。大丈夫この辺。どのぐらいの距離まで大丈夫か分かんないね。左曲がっていった。あ大丈夫かな。ここで一旦やり過ごした方がいいかな。ちょっと振り返ってきそうだなあれ。ちょっと様子見ようか。あ帰ってきた。ここに隠れよう。そのための板でしょ多分。俺そう思ってるよ。あ近い、あ近い。しむくいったな。よし、よし、あそこ通りたいけど、ここで 見られちゃうとやばいんだよね。大丈夫かな。よし大丈夫か。よし、あ逃げろ、逃げて逃げて逃げて。よし逃げろ逃げろ逃げろ。あ鍵がかかってる。こっちか。下に降りる道がある。あいつ一匹だけかな。流れが早いね。この先に何かあるかな。大丈夫か。同じ場所徘徊してるだけならいいんだけどね。ん？やべえいるな。まだ大丈夫か。どこだ。いますね。この奥か。はい。いたわ。あ、レバーある。爆竹ないとダメだな。この先に何かあるかな。音立てない方がいいよね。この距離大丈夫か。爆竹あったね。ちょっとここら辺音立てない方がいいかな。よし、とりあえずレバーをやりたいと。でさっき水流れてたから、あの水を排水できるのか分かんないですけど、先に進めるようになると考えると、こっちに投げると積むと。そうするとおのずと投げる先はこっちになる。
な。はい、さあこちら行っててくださいね。失礼いたしました。よし、おそらくこれでここの下が通れるようになったよね。でどっかから鍵を手に入れて、あの上のところ戻んないといけないんじゃないかな。そういうことだと思いたい。大丈夫かな、あんまショート立てない方がいいよね今のところ。まああの女の子は別として一人徘徊してんのがいるっていうことですかね、上の方にね。こっちはなんもなさそうだね。よし、では行きましょうか。あれ鍵があんのか。 あったね。あ、じゃあ上戻ろうか。よし、上で鍵を使えば OK ですね。問題はあれがどこまで徘徊してるかですね。扉の前までだったらいいんだけどね。シャンシャンの音聞こえないね。こっちか。さて、いないね。ふう、次は何があるかな。ん？あ、階段か。これも降りちゃって大丈夫かな。来ないでしょう。トン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 、結構下までありますね。一気に降りれるんじゃないかと思っちゃうけどね。こっからそっちなら飛べんじゃないかって。よし、さあ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 、あー来ましたね。こっからが本番ってやつか。なんかまだ下ありそうだけどね。え、嘘でしょ、もういんの。大丈夫かな。チェックポイント。どっちだ。あ、こっちいない。なんか回復薬あんな。調べる。なんか向こうにいる。これ調べるってなんだこれ。変なもんでいない。一人歩いてるね。そこに扉あるね。あれはどこまで来るんだろうね。ちょっと見てようか。あ、見えなくなった。向こうになんかあるな。あそこの明かりが消えたらあそこ来ているってことだよね。明かりついたってことはいないのか今。あ、近い。いるな。近いな。大丈夫かな。いや待てよ、近すぎんだろ。大丈夫。いやー、どこにいるのか分かんねえじゃん。音近くねえか。大丈夫か。
あ、向こうにいた。あ、怖い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 。やべえな。とりあえず隠れられたけど。あ、向こうにいるね。あ、マジか。反転してきたぞ。近いか。この隙間から見えるとあれなんだけどね。明かりがついたってこと大丈夫かな。どこ行くんだ。あら、なんもない。どこ行くんだ。こっちか、こっちか。ちょっと待って。ああ、怖い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 。鍵あったな。鍵あったってことはどこにいる。あそこだよな、行く先な。ちょっと姿確認し、ちょ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 、やつの姿確認しないと怖いね。あ、いた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 。あいつがどこ行くかだな。反転するかな。左行ったね。あの先行きたいんだよね多分ね。向こうの奥行かねえかな。いや、戻ってきたわ。あいつがどっか別の場所行かないと怖いんだよ。お、向こう行ったな。行けるか。うえ、怖い。あ、怖い。あ、早く逃げねえと。どっちだ。か、ああ、開いてない。やばいやばい気がする。うー、そんな嘘でしょ。うー、来てる。ああ、助けて助けて。ああ、あぶねえ。禁止。なんかまだ落としてんだけど。来たよ。いや、心臓に良くない。いやー、 HP 回復してない。手汗がやばい。はい、あれ、まだこれチェックポイントじゃないんだよね。いや、もうちょっと心臓持たねえな。チェックポイント来ねえかな。あれ、今度は何。心臓が持たねえな。ここは？ん？水たまりだな。やべえな、浮いてるぞ人が。誰でしょうね。とりあえず行く場所は
ああ、これか。この水門、レバー上にあんのかな？上か。上にレバーあんのかな、これね。上に行かないといけないかもな。お、チェックポイント。ああ。次のチェック、まだ時間は早いもんね。次の、なんか走ってんな。なんかどこ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 音聞こえたけど大丈夫かな。あ、なんかあるね。いやー、とこ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 行ってるよ。あそこで反転してったね。レバーあるね。よし。さあ、トコ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 しております。はい、反転。とりあえずこっち行こうか。あ、爆竹、あ、爆竹あった。ちょっと待ってね。あー、いた。反転してった。いや、あかんねえのかよ。ここに隠れて、これダメかな。大丈夫かな。やばいかも。あ、やって大丈夫かな。落ちたら死んじゃうよね。あ、ずっとどこどこ行ってる。ああ、戻ってった。帰ってったね。よし。はい。これなんだこれ。鍵がかかってるって。マジか。あれは壊してもらうの無理だもんね。あいつね、その手前ぐらいまで来て反転してったよね。あれ来い。よし。大丈夫か。上に道があるな。ってことは、マジで行ってんの？やつが徘徊してるルート行かなきゃいけないじゃん、これ。レバー向こうにあんじゃねえの？マジか。ちょっと待って。やつが後ろ向いたらちょっと走っていくしかねえな。はい。やつが反転する。反転したら後ろついていく。あいつどこで。ああ、帰ってきた。どのタイミングで行けばいいの？わかんねえな。誰かおびき寄せりゃいいのかな。向こうにも投げとくか。やばい。死に場です。どっかにレバーあんじゃないの？俺はそう思ってるぞ。あった、これだ。ちょっと待って、あいつどこで反転してんだ。あー、そこで反転した。
よし、後ろついていけ。よし、あいつが反転するのを待とう。行動パターンを調べて、よし。でした。今です。よし。オッケー。爆竹の力は偉大でした。上は上がってこないよね、多分ね。あのルートだけでしょう。もう走っても大丈夫だね。よし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 。いやー、心臓に良くない。ふう。ああ、走ってんね。で。レバーがあるんでしょ、あの水を吐き出すためのレバーがあるでしょ。あ、反対側にあったんだね。これやればほらね、水が吐き出されたと。でこっから降りればいいか。よし、とりあえず産地的にこれでチェックポイントだったらちょっと終わりにしたいな。まあ、走っても大丈夫だよね。ちょっとね、精神力が持たなくなってきた。あの浮いてんのなんだろうな。さっきの人はいないな。あ、チェックポイント。ちょっともう今日ここでいいんじゃねえかな。一旦ここでもう区切ろうか。あ、一応ここにのがあることね。え、緑色の葉っぱ、マジかよ。ストロボあるけどどうですか。敵の動き止める機会があるってことじゃん、これ。ちょっとね、今回は、ここまでにしたいと思います。次回はですね、この続きから、やっていきたいと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。